はい、ロサンゼルス空港着きました。現在の時刻は日本では4時25分のはずなのに、ここではなんと今12時25分です。なんと僕は、税関に引っかかりました。税関に引っかかって、しかもめちゃくちゃ厳しい、初めて海外に来たのでわからないことだらけ。税関の人の警備員さんが何を言ってるのか全然わからなくて、ノーみたいな感じでずっと返してました。ちょっと苛立ってました。最後ごめんなさい、ソーリーって言ってました。今なんとかこんな感じで人を移さないように空港に着いたんですが、結構眠いので今からホテルに行って、少し寝たいなと思ってます。それではまた後ほど、バイバイ。ホテル着きました。いやね、今時刻はアメリカの時刻で14時なんですが、なんとフロントの人に聞いたら16時からしか入れないということで、今からハンバーガーでも食べに行こうかなと思ってます。ホテル結構綺麗です、こんな感じで。ホテル出てハンバーガー食べに行こうと思います。それでは行ってきます。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。
バイバイ。